どうもショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はタイトルにあるように断捨離をしていきたいと思います。断捨離って、タイトルには書いてあるんですけど、それは、ある意味ちょっとネタというか釣りみたいな要素もありまして、僕にとっては、僕の感覚ではもう断捨離というよりかは定期点検、そんな感じにしか思ってません。ちょっと気になるものが溜まってきたなって思ったら、じゃあちょっと点検してみようって言って点検して、バーって部屋の中をいらないものいるものでこう分けて、いらないものをどさって溜めて、よしポーンって手放そうみたいな、そういう感じでやっているので、だから断捨離とはちょっと違うかなって思う人もいると思います。ただ今回の動画で現時点での僕にとっての不要なものを全部捨てる、全部手放す、全部プレゼントしてどっかにあげちゃうっていうことには変わらないので、それはつまり断捨離って言ってもいいんじゃないかなというふうに思ってます。結構適当ですし、僕も辞書で断捨離とはって意味を調べたわけじゃないので、感覚で適当で、ネタとして言ってますけども、そんな感じで、今回やっていきたいと思います。どんどんそのブラッシュアップ、環境をブラッシュアップしていった時に不要になってしまったものっていうのが必ず出てくるので、それが溜まってくると僕は仕事に集中できなくなったりとか、思った瞬間とか目に入った瞬間に、どうしようかなって思っちゃって仕事に集中できなくなったり、そんなんで仕事集中できなくなっちゃうのかよって突っ込まれたらそれで終了なんですけど、ということで今回はその気持ちいいものだけに囲まれるために、その持ってんって迷ったものに関してはどんどん躊躇なく手放していこうっていう、そういう動画になります。そうなので、私が思っていた断捨離とはちょっと違うなって思うかもしれませんので、ちょっと期待外れだなってちょっとでも思ったら、ブラザーバックして他の動画をお楽しみください。はい、じゃあそれでは興味がある方だけいきましょう。はい、じゃあまずこっちからやっていきます。これは現在進行形で使ってるので大丈夫です。でカーテンはちょっと別日に変える予定があるので、その時にまた動画シェアします。でこっちにはヨガマットと、あとコロコロ、はい、これも今使ってるので大丈夫です。でこの観葉植物は前買ったやつなので、とか昨日買ったやつなので大丈夫です。でこっちはお金関係とか書類とかがあるんですけど、これなんだろう、これはCD プレイヤー読み込みのやつ、あれこれ前回使った記憶がちょっとないんですけど、なんでこれ持ってるんだろうっていうレベルなんですけど、多分あれですよね、この CD たちを読み込んでパソコンに取り込んで、外付きハードディスクにデータとして取り込んだら手放そうと思ってたと思うんで、今回ちょっとこれを機に手放しちゃいましょう。はい、今ここからこう来てこっちにデータを移してます。あ、ちなみにこれはさっき近所のファミマで買ってきたオレンジジュース108円のやつです。これ別に必要不要とかそんなんじゃないんで、はい、あ、なんか5ギガをここに移すだけなんですけど、なんかやたらと時間がかかっているので先に進んでいきたいと思います。でこっちがガジェットと、あと充電ステーションなんですけど、ここに不要、これちょっと撮影で使ってるやつなんで、これは僕が渋谷に住んでた時から使っているやつなんですけど、三脚ですね、三脚、ミニ三脚なんですけど、ちょっと変わった三脚でこう足がひん曲がるんです。なのでこういったいろんなところにつけられちゃうよっていう感じなんですけど、前はこれにこの上にコンパクトデジタルカメラっていうのをつけて、こうやって自分を撮ってました。なんですけど、今使っているカメラでこれをつけると、この部分が全然固定されないんですよ。ぐにゃんって曲がっちゃうので、なのでこうやって撮影することがちょっとできないということで、今は全然使ってないです。用途がわからないですし、今の自分にとっては必要がないです。でも、将来的になんかサブカメラ迷ったら捨て、はい、じゃあこっちは OK ですね。じゃあ戻していきましょう。よいしょ。よいしょ。はい。で、下は、身だしなみを整える系のやつで、こっちは、僕の、なんか、道具がいっぱい入ってるんですけど、これも全部使ってるんで、大丈夫です。はい、ちょっと雑な置き方ですけど、はい、全部使ってます。で、こっちは、これ、
これは HDMI ケーブル今全然使ってなくてもう3ヶ月経ってしまったのでこれも捨てです。でここに仕事道具があって、ここにも仕事道具があるので、あのスペースはノータッチでいきます。で次にこのあれ掛け布団で大丈夫で、これは服なんですけど、あこれこれちょっと見えますか、クジラのプリントがされてるって可愛いなっていうふうに思って着てたんですけど、あの家族からもらったやつで着てたんですけども、 2,3 回洗濯したらもうビロビロに伸びてしまいまして、結構みっともないなっていう感じがしちゃってですね、最近これ着てないです。で持った瞬間もそんなにワクワクしないので、全くあそんなに全くちょっとおかしいですね、これ持った瞬間ワクワクはしなくなってしまいました。なので残念ながらこれも手放します。あそうそう、あとこれなんですけど、これラコステのポロシャツです。でこれ僕が大学3年生の時に買って、もうかれこれどんぐらいでしょう、6、7年、8年ぐらい経ってるんですけど、この物件に引っ越してから一度も着てません。去年の11月に引っ越してからもう10ヶ月ぐらい経とうとしてるんですけど、あもうちょっとかな、うん、それぐらい経とうとしてるんですけど、色がちょっと明るすぎるかなっていうか、その大学生だったり社会人1年目の時にこれ着てたら全然 OK だったんですけど、なんかちょっと最近抵抗感があって、作りも頑丈でサイズも僕にすごいぴったり合ってるんですけど、ただ使っ迷ったら捨て、あれなんかまた黒系と青系に偏ってきちゃいました。まあいいや。で次台所なんですけども、ここで不要なものは特にないです。で下に行くと、ちょっとごちゃごちゃしてますね。これとあとこれと、これは何かというと、あのバイタミックスっていうメーカー、ミキサーメーカーがあって、そこから出てるタンブラーみたいなやつです。まあ、ミキサーしたやつをこの中に入れてカバンとかにかけて外出先でこれを飲むと、まあ、こんな感じで、こんな感じで飲むっていうやつなんですけど、正直これ一回も使ったことがないです。なんでかっていうと荷物になっちゃうのが僕すごく嫌なので、なので結局これ荷物になるじゃんと、仕事中に考え事をしててこれパッて目に入ってくると、どうしようかなってやっぱ思っちゃうんですよ。で今みたいな感じでバイロワーって考えてしまって思考が無駄になっちゃうので、はい手放します。で次これなんですけど、これも正直もう固まっちゃってます。これあこれ何かって言ったら、あのピンク岩塩です。簡単に言ったら塩なんですけど、ピンク岩塩っていう種類の塩です。でこれ買ったんですけど、1キロぐらいのやつを買って、これ初めパンパンだったでも、まあ大体半分ぐらいは使ったかなっていう感じがするんですけど、ただ僕がその、まあ、あるお医者さんから教えてもらったことで、日本人の場合は陸地にある塩よりも海の塩を取った方がいいよっていう風なアドバイスをまあくれまして、今はその海の塩を取るようにしてます。なのでそれから全然これ使わなくなってしまいました。ということでこれも手放します。よいしょ、はい OK です。でこっちには包丁しか入ってませんと、はい OK です。はい、DVD のデータ移動が終わりましたので、このプレイヤーは手放します。はいと、はい、で続きましてこっちに行くんですけど、ここがバスルーム、はい OK です、何もありません。で、これがニューロ光のルーターなのでこれも必要です。でこっちに玄関、靴があって、このサンダル使っていて、これがこれはですね、僕がお金がない時に買ったやつなので3000円でした、この靴。そうなので結構長く使ってたんですけど、まあクタッとしてちょっとヨレッとして、ちょっとみっともないなっていう感じがしてきてます。で持った感覚も全然ワクワクしないですし、パッと見た時にあれこれどうしようかなってやっぱりずっと最近毎日毎日やっぱ玄関出る時に毎回こう目に入ってきて、どうしようかなどうしようかなって思っていたので、まあこれを機にちょっと手放したいと思います。で次はこの唯一の収納スペースなんですけど、これ全部必要で不要なものは
あ、これかな。これは蚊取り線香です。今年の6月に買いました。で、買って初めはやっぱ蚊取り線香の匂い好きなので、あーいいなーと思って、まあ、仕事にも集中できましたし、結構匂い好きだったりするんですけど、この緑の部分が燃えて灰になって、その灰の後処理がめんどくさくてそう、ただまとめて捨てるだけなんですけども、それがめんどくさくて最近この蚊取り線香使ってないです。そうなので、やっぱパッとあの目に入ってくると、あれ使わなきゃいけないのかなとか、使わなくていいのだったり、使わないなら捨てればみたいな、ずっとやっぱ思ってました。なのでこれを機に手放します。あ、すいません、あとやっぱりこれちょっとすごいやっぱ持って迷ってるんです。どういうことかっていうと、これすごいいい色で素材も良くて、ユニクロで、これ実家に帰った時にもらったんですよ。この丈がもうすごい長いんです。特にやっぱこのお尻の部分がもうお尻全部隠れちゃうっていう、せっかくもらったものなので、その洋服のお直しっていうか、この丈詰めをやればいいんじゃないかなっていうふうに思って、いろいろネットで調べていたんですけど、だいたい竹爪の相場、僕が調べたのだと1500円だったり2000円ぐらいします。なので、いや、それがあったら H&M だったり、そういったファストファッションのところに行って、もっとちゃんといいサイズを買えるじゃん。それでこれもほんと見るたんびに迷っていて、どうすんのとか、どうしよっかなとか、いろいろ迷っていて、その思考が奪われてる感じがするので、まあこれも本当申し訳ないんですけど、手放します。あ、そうそう、まだありました、ここのこれです。 AirPods 本体ではなくて、この外ケースです。見づらいかなと思うんですけど、結構なんか裂けちゃってます。っていうか、なんか引っ張ったら多分もう裂けますっていうぐらいなので、これちょっとやっぱ使ってて気持ちが良くない。買ったのが300円とか500円とか700円ぐらいかな、っていう感じだったので、まあちょっと新しいのに変えていいんじゃないかなというふうに思ったので、これは手放します。今使っているバッグにはここにポケットがあるので、こうやって AirPods ぐらいの大きさだったら入っちゃうんです。なのでカバーもいらないかなっていう感じがしたので、うん、いいと思います。ということで、今回僕が手放すアイテムはこちらです。今回僕がこれをやったからといって、まあ、これがいいとか悪いとかそういうのは一切ないですし、僕がやったからといって皆さんもやってくださいね、あなたもやってくださいねっていうつもりも一切ないので、そこは安心してください。僕にとっては必要がないだけで、まだまだ今必要だって感じる人もいると思います。なので、その人にちょっと送っていきたいなっていうか、プレゼントしていきたいなというふうに思いますので、まあ、毎度恒例のプレゼント企画をやらせてもらいます。いらないものあげますってだけなので、別にプレゼントでも何でもないと思うんですけど、もし欲しい人がいたら、あの概要欄でなんかちょっと応募してみてください。あの元払いで発送しますので、送料かとか心配してる場合は安心してください。いろんな知識をつけて、いろんな経験をして、価値観が変わって、でってやっていくと、でちょっとずつライフスタイルも変わっていくと、やっぱりこう、それその時に必要なものとその時に必要じゃないものっていうのは分かれてきて、手放したらまた別のところから新しいものが入ってくるっていう、僕もいっぱい経験とか実感をしているので、まあ、こんな感じで手放せるっていう、まあ全然偉そうなこと言うつもりも一切ないんですけど、まあこんな感じでシェアをさせてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。はい、もし今回のお話がちょっとでも面白かったで参考になりましたと感じていただければ、あと心がスッキリしましたって感じていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。はい、ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。